これで、あ、しまった。生まれ故郷の録音機能が取れた。スタート。これでよし。じゃあちょっと待ってください。今からまたタイミング合わせのための儀式をやらなきゃいけないんで。儀式的には、じゃあ、ちょっと待ってください。16時2分30秒のタイミングで手を打ち鳴らす。こうか、こっちか、こうか。あ、延長設定オンにしてありがとうございます。5、4、3、2、1、0。よし。フライパン？周りで見てたら、まあね、どういう解釈もやり立たない儀式だ。儀式。何やってんの？想像のあれ、自動無料延長オンにしてたか、さっき。まあいいや、もう一遍オンにし直し。これでよし。これで全部かな。で、GoPro はメディア変えたし、GPS も電池変えたし、あとあれか、ポタファイがいつ切れるかだな。変な金髪がいるって言われている。さっきは好きですとか言われてた人が。今の儀式は、これ、音の録音と、高画質録画を別々にやってるんで、タイミング合わせなきゃいけないんですよ。あと、コメント、皆さんのコメント、これ、後で、HTML の形に直して、勝手に流れるような画面を録画して、それを動画にかぶせるんですけど、それもまたタイミング合わせなきゃいけないんですよ、絶対時間を。よし。ようやく準備完了。お待たせしました。じゃあ帰りますか。はい、私はここからだと18時過ぎるな。寒そう。景色は寒々としていました。城山湖はですね、あちこち雪が残ってて、氷舗装とかだいぶ一人滑ってこけた人もいます。約1名。振り返りは今日中は多分やらないと思います。おそらく明日やると思いますけど。よし、じゃあ金髪さん、チョッパーっていうとあれでしたっけ、ビーチクでしたっけ、ビーチクルーザー、 GoPro、 コンツアーっていうのもあってそっちがいいって人もいるんですけどね。ああ、しまった。今青点滅で赤になった瞬間に渡ってしまった。なんか自転車でもう体勢に加速し始めてたんで、そのまま渡ってしまった。すいません、良くないです。セウト。お、うまいところ、うまいところ、ナスビ。でも豆腐ステーキとか書いてあるな。ナス料理じゃないのか。あうふ、うん、この2時間。あ、そうですね。でも今日この感じだと4時間しか寝てなくて、で今眠気感じないんですけど、多分風呂入ったらほぼ寝てしまうぐらい眠たくなると思います。ほぼ寝てると言っても過言ではないぐらいに。ナス料理の店、私は検索したんですけど見つけられませんでした。ナス料理専門店、ん？露天ガーデン。お、かっこいい。すっごいオレンジ色のフォルクスワーゲン。フォルクスワーゲンってあれなんて種類なのかな。ダムカードもらってないですね。そういや、ダムカードってありましたね。そう、ていうか城山湖のあれはダムカードあるんだろうか。本当に用水式のやつはあるんですかね。メロさんに聞いてみよう。露天ガーデンってどこですかね。そうや、ネローさん、ダムカードはあそこは、あ、ない、やっぱり。用水発電だから、なんか格的に、格が低いのかなと。あ、私今、ジョヤムって言いました、また。いかんな。頭で分かっていても、体がジョヤマ湖と言うみたいだ。実は、福岡の実家の近くにジョヤマって地名があって、ジョヤマちゃんこっていう食い物があるんですよ。それのイメージが強すぎて城山って言ってしまうんだな。スパゼニ、あ、スパセン、スーパーセントか。スパゼニって。
なんでそこだけゼニーって読むんだ、読み上げは。というわけで今前走ってるのはどこでも寝る人です。どこでも寝る人はさっきあの氷の上でも寝てました。後ろから見るとあれ帽子かぶってんのか、ん？ダムカード、ネロさんはダムカード集めてるんですけどね、本当に前伊川湖の伊川五郎ダムっていうところでダムカードもらってました、確か。ちょんまげの人は私です、お恥ずかしい。ダムカードはライダーカードみたいなやつのダム版があるんですよ。あれ今指定しの？そう個人名。ハドンさん今後ろです。でちょっと今車に挟まれて離れたな。狭いなここ。まあ私は裏道と思って選んだ道なんですけどね。狭。あ、こっちでよかったかな。お、お邪魔します。いらっしゃいませ。で、目にゴミが入った。目に。治ったっていうか涙でくるまれたって言ってもいいですよ。3人で走ると、まあ、あの2人ともペース合わせてくれてるから楽でいいですね。あとさっき城山ダムで電波がなかった時も割と間が持った感じですね。あの GoPro 録画的にっていうか間を持たせる扱い、城山。城山すいません、 GoPro 本体2時間半なので、今のモバイルブースターっていうあの外部バッテリーをつないで持たせてます。モバイルブースター1個じゃ丸1日は持たないっぽいですね。さっき1個目がもう電池切あのモバイルブースター切れそうだったんで交換したんですけど、限界までやってみてもよかったな、試験として。前の人はどこでも寝るおさんって人です。本当にどこでも寝るおさんっていう名前の人です。名字がどこでも、電源、そうなんですよね。とりあえず L 字型の USB コネクタ変換のやつがあれば、それをあのパソコンにつないでる外部バッテリーのでかいやつから引っ張り出して GoPro につなげるんですけどね。今このバッグの中に横にしてその外部バッテリー入れてるんで、その長辺っていうか短い方の辺に端子があるので、そこに USB のあのケーブル挿すと USB の口が多分壊れてしまいます。はい、負け。お、あ、今のはでいいですか。一応今のはトッチャーの人だったんだろうか。今のはトツ、あ、手振っていいですか。あ、今のさっきのコメントの人か、分かんなかった。コメントとつながりが今分かってなかった。コメントでついさっき手振ってもいいですかっていう。いやちょっと あまりにもなんか短いタイミングで出現されたので結びつけられなかった。さっきコメント打った人か、本当にすぐ近くなんですね。ちょっとびっくりした。面白いですね今の。本当に一瞬だけっていう。そのコメント打ってから数十秒で出現するなんて
でも昔一遍ありましたね、あのお前の後ろにいるっていうコメントを打った人が本当に後ろにいたっていうのはありましたね。あの掛川の文化祭だったっけ、そうすれ違いだけの、そう一瞬でしたね。でまた今見られてるかな、失礼しました。さっきあのコメントで手振っていいですかっていいですよって答えたあの人だとは一瞬結びつけてなかったです。そのことをコメントで指摘されてやっとわかった、失礼しました、ありがとうございました。本当にすごいタイミングですね。よし、そうか予定ルート引いてたからっていうのもあるのかな。コスプレ、ああありましたね、確か東方のキャラなんでしたっけ。あ、もう名前が今出てこなくなってるな。あの人は、あの人は、あ、ダメだ、出てこなくなってる。やばい、怒られる。イチョウ団地のもうちょい北側の方のあたりの人。あ、そうだ、さっきあの来てで、あ、初見さんいらっしゃいませ。さっきあのラーメン屋さんで私は、あ、フルテさんだ、フルテさんだ、ありがとうございます。そうそう、東方のいわゆるあのニコニコ的な東方ですね。いや、ニコニコ発祥なのかな、あれって。確かシューティングがあって、なんか女性キャラって売りと、このにしても車が来なくなりましたね。あ、しまった、逸れてる。あれ、逸れてるのと、フルバッコって言葉、あれは、あ、ちゃんと取れてるか。これは、途中もうちょっと向こうに行って抜けるつもりだったんですけどね。まあ左行くか。はい、橋本の近くですね。で橋本から先、あの橋本の 駅前というのかな、駅からちょっと北側に行った太い道沿いに行って、で相模原のあの米軍の施設のところからちょっと境川の方にまた出る感じですね、予定では。赤いというか朱色だな、この色は。ちょっとときめく色だ。橋本五砂路、え、でしたっけここな。橋本五砂路ってもっとなんかあの下を地下道があるやつじゃないんでしたっけ。地下道で歩行者は地下道でもくぐってろっていうとこじゃないんでしたっけ。うわ、ちょっとわかんないな、この辺り。どう行ったらいいんだ。南、あ、ですよね。確か南、あれ南橋本だったっけ。ん、前輪山、ちょっとどう行きゃいいんだ、これ。多分これ下に行ったら右にくぐれるんじゃないですかね。あ、本当だ、元橋本って書いてある。元橋本第二歩道橋。行けますよね。ただだいぶそれてきたな。ん、町街、あ、町田街道。あ、え、そこのあれが町田。
ああ、ただ本当は町田街道まで出ずに行きたかったんですけど、やっぱりもうちょい南側の方で行きたい、せっかくだから。うん、ここ曲がってまたちょっと南に戻る感じで、この辺り撮るの大変ですね。あ、ここ右折じゃなくてここになんか細い道がある。これできるんじゃないかな、まっすぐで行けますかね。何言ってんだネロさんが、やーとか言ってましたけど、とりあえずじゃあこれでまっすぐ。足元あたり道が結構分かりづらいかな、そうでもないかな、自分で言い始めといてなんか自信がなかったです。おう、16号のガスト前、ん16号、もともと予定してたのはって結局あれ、これ今境川、さっきこれ来たとことは微妙にそれてるな。あ、16号、なるほど、本当ですね。じゃあこれ16号ちょっと渡ってちょっと南側の方の道を一旦行きます。境川沿いでもいいんですけど、もうちょっと境川離れて境川の強い南の方の道通ります。ん、西の方、あの相模湖とか津久井湖、白山湖のっと城山湖のことですかね。あと宮ヶ瀬湖もあるか、ただ宮ヶ瀬湖は人工湖ですね。あ、って言ったら大体人工湖か。こんなところでトマト、あ、結構車多いかな、あそこ。すいません、畳屋左折、畳屋どこだ、畳屋もう過ぎた、どこ、家です、中山にある家です。え、日本で一番でかい幸福寺前、ちょっと待って、今話がどうなってんだ。これだ、あ、すいません。うん、あ、毎週ありがとうございます。相模線駅巡りは前やったことあります。あの JR 相模線ですよね、あれが駅巡りやったら最初じゃなかったかな、線路沿いに走っていくっていう。でその時も後ろを走ってる肌野さんに初めてじゃないや、あれは2回目だな。相模線はもともと放送をやる前からホームページのレポートでやってた ネタなんですけどね、 JR 相模線はすごいローカル感があるので戻ってるシムだな、動きが多い。え、本当にあれ猫レンタルなんですか？だと思うでしょ。なんか違いますね。レンタル猫？猫あれ猫ですかね？いや普通にあの字は、あ、そうですね。レンタル猫の店発見。あの字なんか難しい字だったけど本当に猫かな。
なんかひょうてじにちょっと似てたんですけどね。山っていうのはどこでしたっけ。とりあえずこの道は相模原の米軍施設のとこまではこの道で行く予定です。これ右に行ったら橋本駅ですね。レンタル、ああまたラグがあるのか。またなんかすごいラグが。2、3分ぐらい。あ、エロさん、そういや、どこで別れるべきなんだっけ。うわ、危ないな。輸送してると。ネロさん、まだまっすぐでいいんですか。相模原のとこで北上して、ん、誰と一緒に、旧型さんが相模原の米軍のとこまで行って、で境川に出る感じです。補給所なんでしたっけ、あそこは。あ、橋本、ラグが結構すごい。今橋本4丁目交差点です。多分今ここの方だったらずれてないと思うんですけどね。まあでも今ここ見たからってわからないか。なんかタイムラグすごいですね。あ、小山ってこの辺りのことか。今小山本町ってバス停があったんで、あ、愛の一円と、あれ、未だに何だか、何のことだかわからない。うん、憩いの湯、あ、どっかあったな。憩いの湯ってどこでしたっけ。なんか聞いたことある、憩いの湯。新横浜のは違いますってね。あれ、港北の湯だっけ。で、京王相模原線。前これ沿いの、京王読売ランド駅の近くに住んでました。でも読売ランドに入ったことはない。温泉は何度か行ったんですけどね。小山、多摩ニュータウンの歩行者なんかありましたっけ、あの辺り。あ、多摩ニュータウンってどの辺りを指すんだっけ。よっ、うん、あ、延長来てないですか。今時間がわからない。
7個目。あ、ただ私アンドロイド持ってないんですよね。玉境、お、左手の、あ、玉境のスーパー銭湯が先に行くのよか。鹿島神社っていうのは鹿島ってあの鹿児島のあの鹿島ですよね。特攻基地で有名な。あれ、なんで延長できてないんだ。ちょっと延長、あ、そうそう、お金いいです。さっきのあの読売ランドの話はちょっと、延長確認。ん、茨城、あ、鹿島じゃない、鹿屋だ、ありゃ鹿児島鹿屋だった、鹿島じゃないですね。あ、本当だ、延長できてない。危ない危ない、ありがとうございます。洗車道はもう今直帰しないとちょっと暗くなっちゃうんで、無料延長、あ、配信開始ボタン押してないからだ。分かった分かった、これでよし。うん、そうか、 FM エリアの配信開始ボタンを押さなくても配信自体できるんですよ。なので忘れてしまってるけど、それがオンになってないと。ん、誰かとクロス、尾根道、尾根緑道ですよね。アンドロイド、アンドロイドは別に携帯とかキャリアに絡まずに普通に端末ありますよね。そういうのでも楽に配信できるようになるのかな。マサトマとか、尾根幹線は違います、あの尾根緑道とクロス、あの直行してるやつですよね。尾根幹線はロードの人がよく練習してる、あの、どっからどこへだっけ、紅葉台のあたりから南玉駅の近くの紅葉台のあたりから、近い近い、あ、本当だ、え、クロスという、なんか練習してるんですかね、演習、どうでしょう、あれ15ですかね。あ、お疲れ様です。なんか配信の方はえらい調子悪いみたいですね。ん、尾根道、尾根幹線の方ですかね。幹線はまともじゃないかな、あれって。あ、ずっと切れてんのか。なんでだろう。あ、延長されてます。今手動でやりました。規制かな。モノレールができる予定なんですかね。あ、今のところあまり寒くなってきてないけど、これから急に寒くなるんだろうな。延長数が今言われたってことは、詐欺、あ、本当に延長詐欺、いや違うな、尾根幹線、そうですね、尾根幹はアップダウンありますよね。牛久大仏って千葉のやつですか。こっからは見えないんじゃないのかな。え、切れっぱなし、もしかしたら FMLE が止まったのかな。ダメっぽい。ああ、また待機かな。
規制かなと。ちょっとじゃあダメだ、なんか規制されてるっぽいです。まともに配信できてない。あれ転送量って前の日の実績、いやあれもなんか全然わかんないんですよ。あのむちゃくちゃ使ってても何にも起きない時もあるし。よっ、あ、そうだ、うわ、ちょっと待った、ポタファイがやばい。電池切れる、電池切れるよ。いや、それはまた別なんですけどね。あれないな、ないな、あれ、あー、あったあった。一旦切って電池交換してこれで、なかなか繋がらないな。来ない。あ、来た。ちょっと一旦取り直し、再起動して。どうですか？もうちょい流れてます？いや、まだこれからです。やっと再接続できたんで。さあ来い、さあ来い。お、来た。新スタンドって後始末ないんですよ。やった。あー、やっと繋がった。あー、めんどくさいな。ネットワーク上の別のシステムと競合する IP アドレスがあります。やばいな。これで、あ、上り速度復活してますね。でもどうせこれもまた落ちるんだろうな。じゃあ
さあ流れてます、放送できてるうちに、はい、流れてます、流れてます、お待たせしました、やっとうまくいくときには全然問題ないんですけどね、うまくいかないときにはすごく問題出るな。ガソリン、ここはなんか、ここはなんか、今日はお休み、うん、しばらくないな、しばらくよっ、よっしゃよし、このスペースつい最近でなんですかね、これがあの閉店してしまってるのはよっ、ネロさんはどうなんでしょうね、明日会社でもネロさんだったらどっか野宿しそうな気がしないでもないな。道狭いな、車道に出たいんですけど、今日は電波の調子とか規制なのかな、調子悪いですね今日は野宿、いや敵と言いました、ん、玉境にジョイフルあるんですか、あとジョイフルどこにあるって聞いたんだったかな、コメントで 何度か聞いたことあるんですけど、あ、玉境の、あ、出られるラーメン、いや今日ラーメン全然逆流しないですね、あ、これが補給ショーですね、風邪というかなんかさっきから喉の調子があんまり良くないんですよ、なんか絡んじゃって、タンがちょうどバスセンター、バスですかねえ、え、ん、シャトル、ん、なんだなんだ、 35? いつも今日はなんかちょっとひどいです、いつもより、ん、後ろの2人は何を指して言ってるんだろう、これもですね、あ、どこだ、あ、いた、2機だ、あれは15かな16かな、あんな遠く飛んでるのにこんな音がする、あ、16だな、10、あー、ダメだ、ピンボケしてる、15ですかね、18ですかね、うん、音でわかるんですか、コックさんみたいだネロさん、生主さんですよ、たまにあのど田舎の山の中とかの放送してます、ど田舎の、田舎ってレベルじゃないな、あれは本当に山の中乗ってきました、あ、来ました、いいことです、アキビの18、基地の名前ですかね、テント配信してますよねでもあまりにもなんか電波悪いところが多い、私も峠行ったり、今日みたいなあの、ん、音がかぶってよっ、バランチの人は2人いるらしい、ん、超ナノの雲派、あれ F2、 F2 って本当に開発されたんでしたっけ、なんか失礼なこと言ってたら申し訳ないですけどF16 の改修版みたいな F2 ってのがあったんでしたよね、
あ、空からの近くってことですね。 F5。 あ、もう配備されてるんですか。知らなかった。アバランチは GT でしたっけ。よし。グローバル、あれどうなんですかね。そのあたりがもともとどういう仕様になってるのかよく分かってないです、私は。何機か、あ、基地があったところが、お、車はあんま来なくていいな、今は。梅の木広場、ん、米国上等イカ略された。これで境川に出たのかな。完成、岸田さんにそうですね、確かに完成とはちょっと言い難い。じゃあこれで境川沿いにしばらく、まあ、下まで行けるかな。ポケット制限、ああ、さくらしばらく繋がってますね。今日これ来るときには全然問題なかったけど、帰りがダメだったら帰省だかなんだかですよね。ん、来た、帰省が。うん、ハイライト、え、ちょっとまた来たっていうのは規制が、駅に、町田あたりまでこれで行きますが、うん、どれくらいのスピード、あー、下手したら0から10キロビットパーセカンドぐらいまで落とされますね。どのぐらいの数字があるかな。30とか60っていう数字はよく出ますけど、って伝わってるのかな。あ、横浜線、あ、じゃないな、あれは黄色い、あ、わかりました。じゃあ相模原もずいぶんでかくなりましたよね。じゃあお疲れさんです、ありがとうございました。というわけでネロさん離脱です。ということは声は今伝わったのかな。あ、ということはそんな切れたままじゃないのか。ネロさん北に向かいました、日のあたりへ。お疲れちゃーんですね。これ来るときは反対側の道通ってますね。ん、ダパンローニング、あ、結局砂利道あんのか。お、今日は山の中が良かったですね。七国峠のちょい先あたり、おじいさんに道を教えてもらって、皆さんがまたもういいみたいなこと言ってる時のあそこの景色良かったですね。あの道はかっこよかった。なんというかかっこいいとしか表現できてないけど、あそこ GoPro でどんだけ撮れてるか楽しみ。これからだ。こっちも細いな。もう家に音速より早く行かないと。ん、あそこは何感じる。
霊的。前もここ通ってますけど、すでになんかこの何かが持ってある上に植木鉢とかがすでに置いてある。すでにこの状態で定着し始めてる。あ、出かけてて、後で動画アップしますので。ただ今日の分はいつアップできるかちょっとわかんないです。あ、そう、7国です。私も七国かと思ったらコメントで7国と教えてもらって、あと現地でも7国って書いてありました。なんか土のうみたいなやつがも積んであるんですけど、横浜線の方か、車道、普通の車道の方ですよね。はい、これはなんでだったっけ。前なんかコメントでやりとりなかったかな、ここ走った時に。七国、城山、小山、小山と小山も分かんないな。動画のアップはコメントが複数枠に分かれてると、それうまく再生するのがまだできてないんですよ。まあ、やりやすくできるかな。ちょっと実装方法がパッと頭の中に思い浮かばない。七国、ん、どういう話した。あとだ、 GoPro 配信、ああ、これ配信に使えるかどうかっていうのは、そもそも GoPro の映像が丸々配信に回ってしまうと、あまりにも広角すぎて物が全部小さく映るんですよ。あ、延長はまたどうだろう。すいません、大丈夫ですか。延長はまだですかね。ちょっと今時間が見られなくて。よし。ああ。ん？空。どっち行ったらいいかな。ちょっとじゃあ延長は確認しましょうかね。まだ早いな。まだ早い。ニコ生見られなくというか、私の場合は配信ができなくなってしまう。まともには、GoPro 配信できたらいいなと思ったんですけどね。一括でできれば。これしばらく車道の方に出てみようかな。町田街道の方に、ちょうどすぐ近くなんで。小山だ。ちょっとこの辺り境川沿いは特にこだわらずに、しばらく車道で東に向かいますかね。最初からやっときゃよかった。ん、記録として、慌てるは延長の話ですよね。おう、あ、なんかちょっといい匂いが。ラーメン屋さんで商店。あれ、ズームがですね、キャプチャーでズームしようとすると、キャプチャーした瞬間にもうすでに荒くなってるんで、真ん中切り取るとむちゃくちゃ荒いんですよね。で、それがWi-Fi のオプションが出た時にどういう風な実装されるかが。でもさすがに配信に回すんだったら配信向けのチューニングされるでしょうけどね。恵方巻き食べてないです、今年は特に。これ今町田街道ですよね。あれ、シマウマが走ってる。シマウマ模様の軽自動車が。
今これ増田海道、さっきなんかシマウマ模様の小さなあの車が走ってました。もう追いつかないなこりゃ。あーでもまだ暖かくていいな。そんなに寒気が、寒さが全然来てないです。電気店の、あーんジャイアント、あさっきのフェンス、ん白いのルックって、ルックの車でした、ルックの自転車でしたかね。これ右だな。これ、あそうだ、あそこから渡ろう。すいません、ルイガノですかねあれは。なかなかあのいい感じに、ちょっとあの ポタリングなのか、なんかそういう感じの装備ですね。今日は山の方に行ってるときはえらい寒かったんですけど、こっちの方は高いですね。まだ全然寒くない。オービリンはあの尾根緑道のあるとこですよね。2秒で秋葉原、確かに板自転車とかいますよね。板車も多いのかな、板車の方が多いか。あの人なんかほとんど同じペースですけど、私あの人と、うわっ、電化の山口、あさっきのシマウマが、あなんか今ちょっと走ってるからまだいいんですけど、多分これ眠気が来てる。ん？初心者はなんて呼ぶ？オビリン？来週からまた寒くなるのか。ん？今なんか、やなんとかって書いてあった、ローマ字で。YA なんとかって書いてあった、今の自転車。オビリンが今これですかね。松屋ってこんなやつありましたっけ、円柱松屋。たい焼き屋下に、ああ。尾根緑道に登るのはいつもどのあたりからだったっけな。昼寝、凍える。オベリン、そうそう、ここあのステーキの丼って前どこだったかな、多摩湖の近くかどっかでステーキの丼と焼肉の伝がな、あのすぐ近くに立ってるところがありましたね。焼肉だったかな、徹底の人が。スタイリッシュかなあれって。うん、吉野家これですね。吉野家のヨシはあの普通のヨシ、吉とかヨシじゃない土に口です。うわ、私あいつ苦手なんで、ああいうポスターやめてほしいな。 G が、焼肉の伝、焼肉じゃなかったかも、なんとかの伝、ひらがなの伝なんですけど、で見たところなんか特に関係なさそうだったんで、たまたまなのかなと思ったんですけどね。メット買おう。あーでもメット確かに買わなきゃいけないんですよね。今このメットままだと不便だし、体力満タン。ん？何が吉野家松屋？ん？道広い。
じゃあちょっと右に行ってみましょうか。右行ってすぐ左に行くと広い道。山田うどん私も知ってます。あのかかしのマークのとこですよね。アパートにすぐ左ってこれぐらいすぐなんですかね。これあーなるほど。かき揚げ丼セット、明日駅前に。あーもうサイクリングロードは行かずにこのまま行ってしまうかな。人もそんなに歩いてないわけだし。オリジン弁当は私は 2,3 回買ったことあるな。夜でもやってるんですよねあれ。ちゃうこれじゃない。じゃあもう一本南か。だってすぐって言うから、すぐって可及的速やかに曲がったんですけど。まあでも今の道車来なくてよさげでしたね。こっちがあんまり車多かったらまた逃げようかな。なるほどこれか。ここも車そんな走ってないみたいですね見たところ。あ、ラグひどいですか。言い訳、あ、さっきのすぐって話か。だってすぐって言うから。まあこれだったら多分さっきの真ん中の道だとこういうとこ渡るときは信号、あ、多分ないな、ないだろうから渡りづらいでしょうね。これか。ありがとうございます。10時、車か。ん？言い訳。あ、そうだ。車感覚、あ、曲がるのがってことですね。今全然寒くないです。まだ空気がそんなに冷たくなってきてない。でもどうせ急に冷たくなるんですよ、こいつは。これ録音ちゃんとヘッドセットでできるかな。ハノンさん今後ろです。ハノンさんどこまで、どこあたりまでですかね。多分町田あまで。ロンさんがどういうルートを通るかにもよりますけど。あ、町田でまた温田川方面に降りて。じゃあ町田は、ええ、あそういえば延長はできてるんだったっけ。今日の晩はまたしばらく後ですけど、さっきラーメン食ったから何がいいかな。松屋か、なんだっけココイチか、マクドナルドかすき家か、すべてファーストフード。さっきのラーメン昼飯です。あ、延長ありがとうございます。できてたんですね。走らなかった、すみません。でも走ってください、できるだけ。お、焼き芋。野菜食べなきゃですね。
90%？ ん？ステーキ券？今も野菜だから、まあポテトフライよりは安、まだマシなのかな。焼き芋、あっという間にすれ違いましたけど、今左向きながら、ま、出てきたな。焼き芋食って宇宙、まあこっちもちゃんと前見ててよかった。焼き芋、いや今ノーブレーキだったらちょっとまあぶつかりはしなかったかもしれないけど、だいぶ近くをかすめそうでしたね。あ、こいつ、ああそうか、車は来ないってことですね、こっちから。今自転車覗くってちゃんと書いてあったってさっき気づいてなかったけど、分野、今の人何ですかね、新聞の人でした？ん？100キロ、あ、ライト、そろそろそうですね。私はこの間ようやくリアライトを選択してしまって、すごく接触悪くなってたリアライトをアマゾンで買いました。同じモデルですけどね、 RX6 っていう LED の、全然これついてるの見えないな、さすがにまだ明るすぎるか。エクスプレス A2 はドさんでしたっけ、確か H アーツさんからもらったやつが、あの電磁波がひどすぎて最高に無線の最高に影響が出てしまうから使えない、使えないっていうんでもらったやつがあるんですけどね。私はあのサイコンレスで走ってるので、いつもモビルスーツ かな、やっぱ少し頭が、眠気がおそらくちょっとずつ来てて、オウム返ししかできなくなってる。これちょっと暖かいとこ入って休憩とかしたらだいぶ眠くなると思います。タリホーマ、一旦向こう渡って、電波ノイズ、ああ、これでずっと今日町田まで行けるんだっけ。ああ行けそうですね。うん、これだったら、お前さん、私これ一瞬なんか言われるかなとちょっと思ってしまいました。いまだにちょっとビビってます。あ、さっきの人に抜かれた、またあの人電動クロス、あれ電動ですか、なるほど、あ、ヤマハだったんですね、ヤマで見えたんですけどね。あ、そう、4時間睡眠で、ん、あ、斜めのやつ来てんのか。電動のクロスじゃないですかね、今のは。でも最近パッと見電動って分かんなくなってきてるな。ん？ジャイアン自転車気持ちよろしいですよ。ただ私は車のドライブとかオートバイのツーリングとかは経験したことがないんで、まあ比較してっていうのはないんですけどね。まあでも面白いですよ。
電動は確かアシスト比がいくつ以上にならなければ自転車の範疇で大丈夫なはずですよね。うん、ちょっとそろそろ暗くなってきたかな。日暮れの時間は、あ、ダメだ、 GPS にあの時計出してないからわからない。なぜかこの間 GPS の設定が全部リセットされてしまって、あの距離がマイルになってしまったり、いろいろと弊害が起きてます。大体は元に戻したんですけどね、まだあの例えば地図の上に4つ表示するエリアがあって、それに何を表示するかっていう設定がまだ元に戻せてない。車の免許持ってます。ペーパードライバー20何年選手です。選手、あ、5時8分、じゃあもう日が暮れてますね。ほぼ多分今日の日暮れは5時11分12分13分かそのあたりじゃないかな。車欲しいとはどっちしろ運転できないんで、怖くて運転できない。輪行しながら、電動で輪行って今できるぐらい軽いやつあるのかな。その間の運転経験、あの親戚のおいちゃんの車で練習したのが10分ぐらい。それが過去20何年の私の免許取って以降の運転経験です。車幅感覚が全然つかめなくて怖くて。あれでも路上教習とかやってたんだから今考えたら怖いな。まあ、フレーム丈夫、そう、バッテリー分どうしても重くなりますよね。そう、移転の汚れもなきペーパーです。すいません、自慢じゃないですね。これは右に行かないと、レンタカー、その練習するのも怖いぐらいなんですよね。でも確かに、例えば家庭持ったとして車運転できなくて済むかっていうと、済むかもしれないな。そう、ゴールドです。あれ、あ、青くて、青になってるの気づいてなかった。フィア？フィアゼロ円。え？フィアって何？何ですかね。フを売ってる店なのかな。フィア。あ、維持費、そうそう、それもありますよね。ひよ。え？わからん。どういうことですかね。わかんない。なん？え？ひよ。謎。なんだ、奥さんが、ああ、そうですね。あ、アツさんもそうじゃないですか。アツさんも。ふや、ひよ。なんだろうと思わせるにしたって意味がわからん。ん？何の免許が？私の時はオートマとマニュアルが別々じゃなかったはずですね。あれ、なかなかグレード高いな、そうですね。どういう意味なんだろう。ふやとひよ。絶対その何だろうと思わせる目的なのは分かるけど、あ、写真撮りました。答えも何も書いてない。ふや、ひよ。あー、どんどん暗くなってる。なんですかね、あんな2文字だけだと検索しても引っかかんないだろうしな。ん？カンナナカ天下の土地？はあ、うってま2文字とかだとそうですよね。しかも ひらがなだし、
商品かどうかわかんないですよね。フヤの方はまだあのオフ屋さんという可能性がなくはなかったけど、どう見ても車しかなかったから食い物店じゃなかったな。あとはあの場所の住所とかから、あ、カナチューバス、そうですね、西東京バスじゃなくてカナチューバスカナチューバスはなんか妙に黒い煙に入ってるやつがたまにいる。大友康平、最も康平、あ、稲中は漫画はほとんど読んだことなくて、島中、今は町田にもうすぐ着くあたりじゃないですかね。町田駅のちょっと北側を通る道です。この道車多くなってきたな。そうですね、町田の町ですね。うわ、指定金融、あと町田までどんぐらいなんだろう。駅がクロスしてるところの、これが200だから、あと1キロぐらいで町田駅前通過ですね。1キロちょいぐらいで、私ん家までは町田から9キロ、10キロかな、9キロ。私鉄が神奈川に、そうですよね、建築町田から臨港はさすがにちょっとあの釣り合わない。町田からはあの必死で、私が必死で走ったら、まあ私が本気出したらですね、家まで9キロを30分で走ることも不可能じゃないですよ。アベレージ20キロ私はほとんど出せないですね。頑張ってアベレージ15キロぐらい。バスセンター、で、あの駅の下のとこじゃないですかね。バスセンターっていう専用のなんかそういう施設があるんでしたっけ。さて暗くなってきたから、ここから GoPro の今つけてる Hero 2っていうのはこれまでの HD ビデオカメラに比べて暗いところに強いらしいので、でもまあ夜中に撮ったら大したことなかったな。本気を出せばもうそのぐらいは。七国、あれ町田市、花さん今後ろです。で、秦野さん町田で別れる予定です温田川沿いまた狭いし人歩いてるから、それのちょい北側の県道走るかな。そこも車多いんですけどね。暗くなってくると鳥目の私は不利。あの恩田川の川沿いとか、これさっきラーメン食ってなければこの辺りで夕飯食っていくんですけどね。15キロよ、 40？ いや、車行ってしまってもよかったのに。
で正面小田急が横切ってますね。うわー、しまった、この道でも通れないか、人が多すぎて。ちょっと偉い人ですね。どっかそれないと。それるにはも向こう側の踏切探しますか。あ、なんかお祭りかなんかやってんのかな、これ。この音はなんかドンガドンガ聞こえるけど、お祭りかなんかやってますか、この音。なんですかね。うわー、切れてます。規制かな。まあもうあんまり見たもないと思いますけど、都会の止まり方。寄付金だ。ああ、そうか、人が多すぎるってなるかも。ああ、アズミンゲでもちょっとまだ早いんですよね。スポポ規制ちょっ。はいはい、早い。こっちもまあまあ、でもまだ通れるか。また町田離れたら復活するんじゃないですかね。でもこんな人がいっぱいいるところ、こんなカメラつけて通ったらそれこそなんか言われそうだな。あ、復活しました。本当に局所的に人が多いからなんですかね。人がというか、あの携帯端末が。おお、うん、カンナナカバスってさっきもなんかありましたけど、何ですかね。角がついてたから、あれは猫耳なのかな。車も大変そう。ん？紫？ん？電波？うわあ、すごいな。これまっすぐ行くしかないのかな。ん？なんかあれ、通行止めは自転車を通れるのかな。高浜線と小田急線のクロスしてるとこですね、この町田は。11時19時許可者以外、一応車ってことは自転車もアウトっぽいな。じゃああっち側行きますか。ちょっとまた北側にそれて、都会音。今頃、いや、何ですかね、さっきの音は。小田急の、あ、まださっきの踏切のところの映像なのか。なんかこういうとこでやって普通に電波悪いっていうのが不思議ですよね。辺りから入れるかな。一人サイクル、私は自転車さんによることあんまりないです。大都会、そう、町田市は東京都です。
位置的に神奈川県の方に食い込んでますけど、東京都です。一瞬あれパッと見てジョイフルかと思ったらジョナサンですね。やっぱりカラオケかましたし、なんかパッとそう聞いて違和感ないのかな。でも町田のあの本当に賑わってるあたりっていうのは私はちょっと苦手ですね。あのあたり、まあ若者が単に多いだけっていうのもあるけど、なんかあのプチ渋谷みたいで、原町だ。ジョイフルは九州で散々お世話になりましたね。鹿児島旅行中に3回行った。何が止まってくださいって今。何か止まってます。今何ですかね。トラックが、はい、トラックがパトカーに捕まったのか。何ですかね。なんだなんだ、私悪いことしてないような。花田さんはこの辺りであの南に向かうはずです。もうちょい先あたりで町田の町ですよね。このトラックじゃなかったのか。何が止められたんですかね。もしかして私が止まれって言われてて無視して鹿として逃げてきてる状態になってないですよね。右、まっすぐじゃなくて、ええ、あ、わかりました。とりあえず渡ってしまって、これ右ですかね。私はこれまっすぐ行って、あ、追い抜きました。止まってください。後ろまだしてない、これからするのか。じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。というわけで花野さんとも別れて私はとうとう一人です。一人ぼっち、オールアローン。そう、町田リス園ですよね。リス園入ったことあります。私はリスがちょろ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 走ってました。ちょろ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 。お、豆腐屋さん。あ、延長できてますね。うん、県境沿いに。あ、でもそれって今本当にそうなんでしたっけ。今日は秦野さんとあのどこでもネロさん、配信中に一番楽しかった思い出なんだろう。何があったかな。展開的には八丈島で、まあなんか八丈島にもう行きたくないみたいな言い方してるかしれるように聞こえるかもしれないですけど、あの最初に声かけてもらって、ツイッターで声かけてもらって、あの展開になったのはすごく面白かったですね。まさかツイッターであんなつながりができて八丈島放送になるなんて。今宵の宿はホテル中山、いやホテルってほどでもないな、なんて言ったらいいのかな、カプセル中山、新宿、いや変わんないと思いますよ。こっちもウェブカメラでそう見えるだけで、バイクの音で自分の声が聞こえない。あれ乗ってる本人とかどうなんだろう。こんだけ離れてる人間でもその自分の声が聞こえないぐらいの圧力感じるんだから、あ、ライダーハウス、それがいいかもしれない。あれ乗ってる本人の耳とか大丈夫なんですかね。はい、あ、そうです。どういうカメラ VTR、ですね、あの、まあ、ビデオカメラなんですけど、すごく広角に映るやつなんですよ。あ、
で、こっちの方はまた別にウェブカメラで、今インターネットでこれ放送しながら走ってるんです。で、さっきからの私独り言いろいろ言ってるんですよ。あの放送見てる人が、書いたコメントはコンピューターが読み上げて聞こえてきて、で私がそれ答えるっていう。でこの中にパソコン入ってるんですよ。ええ、ただそれだと映像あまり綺麗じゃないんで、別にこれ、はい？ちょっと暗くらいけど。あ、まだこのぐらいだったら多分大丈夫です。いやじゃないんですけど。インターネットは出るんですか？ね、今インターネットで流れ続けてます。なんていうアルバムではわかるんですか？あのですね、あのニコニコ生放送っていう、あ、ちょっと一旦当たりますか？あ、いやいや、あ、そっちですか？あ。じゃあちょっと戻りましょう。ええ、ニコニコ、ね、あ、自転車とか乗られてるんですか？普段自転車で乗って走られたり。いや僕はね、あ、歩きで16キロ。ええ、じゃあ6日間で100キロですよね。はい、こういう趣味のための名刺を作ってるので、これにどこ見たらっていう、このプロフィールっていうところを見たら大体わかるんですけど、絵はいろいろあります。あ、ありがとうございます。どれでも、私も名刺やってるか。あ、いや、これあくまで仕事とかの名刺じゃなくて、ただこれやってる時の名刺なんで。はい、どうもありがとうございます。あ、いいえ。いや、本当勉強になった。で、これで撮ったやつは後で、YouTube っていうサイトご存知ですかね。あ、聞いてました。あそこにこれで撮った綺麗な映像はアップしてるんですよ。あ、そうですか。最近始めたばっかりなんですけど。そうですか。ええ、ありがとうございました。まあ、とりあえず それでたどれるはずです。お仕事中すいませんでした。あ、いえいえ、お仕事じゃなくてあくまで趣味で。はい、いや、失礼したでしょ。ええ、すみません、ありがとうございます。珍しいですね、こういうことに本当に それ自体に興味を持ってくれるっていうのは。顔はあんまつなかったですよね。で、あれ？ちょっと待ってよ。こっちに一旦渡って向こうに下るのか。那覇主が。今の方は50代、60代ぐらいの人かな。あ、見えなかった。大丈夫。でもこれ GoPro の方には絶対映ってるんですよ。広角だから。でも暗いからあまりわからないかな。とりあえずたどれる情報だけお渡ししてきたので。いや、全然そこまではない感じでしたけどね。でも本当珍しいな、コンピューターで。あの人は1日に16キロ毎日歩いてるって言ってました。すごいと思いますけど、多分5、60代の方だと思います。今の人はゴープロだったら。そうですね、でも結構めんどくさいんですけど。うん、来週もまあ行く先、いい行き先思いついたらですね、自分も面白くて電波もありそうなところ。ただ電波のありそうなところだと本当に制限されてるんで、まあたまには放送なしで例えばゴープロ映像だけ撮りに行ったり、あとはもう純粋にただ遊びに行くだけっていうのをまた久しぶりにやりたいですね。じいちゃん生主みたいな人は結構いますよね。なんだっけ、確かアーツさんがよくツイッターで書いてた人はなんて人だったかな。ピーターじゃなくて、なんか英語名の年配の生主さんらしいんですけど。うん、ウォーキング配信、歩きだと映像を入れるから外配信的にはちょっと厳しいジャンルなのかもしれない。補載っていう検索してもあまり引っかかないんですよね。ん？キューちゃん。あ、キューちゃんだったかな？どうだったっけ？だったかもしれない。ゲートブリーチ、ああ。イベント的なやつだと結構苦手なんですよね。ん？ 70 歳？スカイツリーは前見に行ったことはありますけど、できる前です。突然ツイッターでさっきの兄さんじゃない別の兄さんから無茶振りされたんだっけな、どうだったかな。で、夏の夜中にいきなり東京浜松あたりに集まって、東京タワーの下に集まって、で一晩中走ってました。
あの時は放送はしなかったんですよね。ツイッターしてたんだったかな。あれ、ゲートブリッジまだ開通してないんですか。てかゲートブリッジがどれのことだか分かってないんですよ、私は。ゲートブリッジを自転車で走るイベントが今日あったんでしたっけ。コメントの断片からするとなんかそんな話だったと思うんですけど。あ、あの信号 LED じゃないやつが1個ある。ち散歩、あれ、これ右のも LED じゃないか。ん、消防とか救急誰が呼んだか見れるというのは何ですか。毎日 4、5時間、そうですね、まあ4時間弱ぐらいなのかな。アベレージ4キロで歩くっていう、あ、でも休憩なしだったらだからまあ4時間ぐらいかな。うん、ん、あ、マラソンとかいろいろやるのか。ん、あ、どこに抜けるって、ああ聞きそびれた。点滅してなかったですよね。で、こっちは今してるはず。あ、キューちゃん牧師さんでしたっけ。だったかもしれない。だったような気がする。あ、昨日か。YouTube はサイバーサイクリストで検索したら多分すぐ出ると思います。ん、配信うまいから、あ、慣れてきてるのあるかもしれないですけど、自転車旅行以外に伝えたく思ってないところが、動機がなんかすごく狭いんですよね、私は。でもポタリング企画またやり、企画はまたやりたいんですよね。70、ああ、そうそう、いけますよね。料理配信、あの暴れ野外料理配信ぐらいしかできないです。あれも自転車旅行の一部。ん、何詳しい人。うーん、一旦高瀬橋を過ぎて少し北側の県道まで出てから東に、あ、止まりました。高瀬橋、温田川沿いは、まあ、温田川沿いは暗くてもう走りづらいので、私にとっては微妙なのもそうしたいんですよね。で、あの YouTube の方の YouTube の動画をラッピングするようなページの作り方もだいたい確立できてきたんで、うっそうと思ってます。YouTube の方が微妙よりもいくつか、あの見る、視聴するときにメリットがあるんで、微妙なやつだと例えば4時間の動画の後ろの方の3時間目のイベントとか見ようとしたらそこまで読み込み終わらないとダメなんですよね。 YouTube は途中からでも読み込みができる。あれ、県道まだだっけ。あれ、あ、山田うどん、このかき揚げ丼セットがどうってさっきコメントありましたね。ただ今まで私は自分が住んだところで近くに山田うどんがあったことないんですよ。泊まり、お、何の今の、なんかカランカランって音がしたな。こんなもん落としてないよな。まあ、ああいう音がするもので落として困るものは思い当たりがないから大丈夫か。あ、まあでもこのままでいいか、道は。なんで止まってるんですかね。お仕置きの可能性ありますね。
もうここから先は暗い道を走るだけだから、特に配信はしても自転車旅行の楽しいところは伝えられない。プチイライラ YouTube、 うん、ただ YouTube の場合は時間制限なしにアップできるはずなのに、なぜかの4時間以上の動画は失敗することが多いんですよ。エンコードというかアップロードが終わらない、処理が終わらない。あれなんか改善できないんですかね。失敗したなら失敗したでちゃんと出してほしい。コマ配信ですか。誰が救急消防って、さっきのそれはまたなんかボットさんですか。私はそんなあの 裏情報を入手する方法なんて知らないので。でも逆にそういうの知ってるんだぜってあのひけらかしてる人はのことは言うのはやめよう。びっくりした。途中からですよね。まあビメももう一旦読み込み終わってしまえばむちゃくちゃ快適なんですけど、ビメオ、ああビメオの方が重たいですかね。でビメオはあとビメオは1週間あたり 5GB の制限があるんで、あそう YouTube のうどんウエスト、あうどんのウエストってあれ九州にもあるあのウエストですかね。福岡、あれ山田うどんありましたっけ。福岡山田うどんこっちの方あんまり見ない、あの場所によりますね。なんか青梅のあたりだと違う、青梅のあたりでは違うかな。あ止まってウエスト、あれさっきのはウエストじゃないんでしたっけ。さっき話出たのは高瀬橋からまっすぐ来ればよかったのか、単に関東だけですよね。九州で見た覚え多分ないと思うんですけど、あ味の民芸だ、あさっきラーメン食ってなきゃな。私味の民芸のうどんが結構好きで、天ぷらのあの1000円ぐらいのセットをよく食べてました。茶碗蒸しもついてる。町田成瀬店か。昼からえやべえどこ、ああ関東じゃないですよね。安楽亭は焼肉屋さんですね。安楽亭も何度かしか行ってないな。 1,2 回か。安住民芸はうどんがなんかのつるっとしててコシがあってうまいですよ。私はあそこのうどん好きです。救急消防、消防はそうでもないかなって思うんですけどね。救急車はどこ走ってても結構あちこち日本全国で出動してるから、来なくていい。ウエストを気にしてる。あ、そうか、あのウエストとカタカナだと一緒になるのか。ウエスト100何号に。柚子胡椒が、九州だからかな、柚子胡椒、胡椒と言いつつ唐辛子。あ大阪にも、じゃあ本当に関東だけなのか。
私も前まで知らなかったんですよね、ヤマトうどん。やかん、私は暗いと。うわぁ、聞こえねえ。私は嫁が全然聞かなくて、どちらかっていうと鳥目なんで、どちらかっていうとほどところじゃないな、鳥目なので夜間走行苦手なんですよ。でも夜間走行好きな人が多いのも知ってます。 Z さんとか。あと歩きの時は子供の頃あのあれどこが主催でやってたのかな、歩け歩け会とか夜やるの好きでしたね。夜参加するのは。歩いて東郷公園とか行ってましたよ。東郷公園、皆さんご存知の。花丸うどんは、あ、そうそう、花丸うどんが新宮のあたり進出してきてるのを見てちょっとびっくりした。ん、あ、すいません、何ですかって。今花丸うどんが九州に、あの福岡に来てました。何年前だったかな。もう真っ暗ですね。牧野うどん、ごぼ天うどん、ごぼ天うどん、あの紙に注文書いて持っていくと渡すのか。東郷公園はなんか大砲のなんて言うんだろうな、跡っていうか、まあ大砲そのものが、あれは大砲は別に当時のものじゃないんですよね、きっと。当時のものなのかな。え、かかし、あ、そんなあります。お、横浜市青葉区入り、いいって別に。どういうということもないですけど。夜間でつゆ足す、ああでしたっけ、巻きのうどん。あ、覚えてないな。とりあえずあのそれぞれの机、あのテーブルに割り箸入れの隣にあのプラスチック、透明のプラスチックで蓋をしたすり鉢入りのネギが入ってる。ん、バカボン鬼塚。のパトロール郵便っていうのは何ですかね。そろそろ寒くなってきたけどまだ体の芯は大丈夫。まあ冷えてるんでしょうけど、あの芯が冷えて寒いっていう感覚がまだない。いや、まあアクロベットさっきの黄色いやつですよね。この黄色いのはスカイラインだ。不審者扱いされて寄ってくるっていうのは何がですかね。不審者扱いされたことはほぼないですね、私は。てか不審者扱いという扱いもちょっとどういうものかっていう定義は難しいけど、あの職質受けたのは夜2時に自転車で走ってた時だけですね。ママチャリで走ってた時。あ、別ブドウ、一つブドウ。なるほど。こんばんは。暗いです、真っ暗です。まだ完全真っ暗ではないけど、私にとっちゃ真っ暗ですね。もう今家に向かって帰ってるだけです。カニドロップありましたね、小学校の給食で。微妙に人気があるんだかないんだかよくわからないスタンスの。ん、茂るほど。今あの帰宅中です。何を今、それ前も聞いたな。それの話だったら私は知りませんよ。電話関係の仕事とか通信関係の仕事してないんで。暗い時シャドウは、うん、私は怖いですね。今日は朝10時から、家出たのは9時半ぐらいです。で、100キロも走ってないのにこの時間。まあ笑うがいいさ。今時間がプラシーボ効果で治るって、それは言っていいのかな。車道この辺り街灯はそんなに、まあでも真っ暗じゃないからいいですけどね。あと車がこんだけ走ってるからライトで明るいし。
車のヘッドライトで。あれヘッドライトでいいんでしたっけ、この前についてるやつは。うわ混み始めたな。次の十字路右か。必要ない。職質は何だっけな、何聞かれたんだかったよく覚えてない。どうも郵便局な、これコピペっぽいな。コピペだか単純なのが嫌がらせなのか。そんなことされても屈しないですからね、私は。泣いて放送切ったりしませんよ。星は、あ、月が綺麗。ギャラクシーは私は持ってないんで分かんないんですよ。 iPhone しか持ってないんです。ライブ満月近いのか、もう過ぎたのか。まん丸じゃないけど、かなりこういうの帰り見ぬ。そう、こびたくない、こびたくねえ。月見えますか、丸く。なんか白いやたら光ってるものが見えるくらいかと思うんですけど、東京星は見えます。明日雨降るのか。あ、確かあの週明けたら天気悪いんでしたっけ。あまりで見えましたか。そう、自虐的なぐらいでちょうどいいと思うんですけどね。いい月でした。10年、あ、もう過ぎてるな。ん、緊急車両見か、怒り略された。寒さは、いや、寒さは大して寒くなってきてないですね。で、そう、スピード求め、あのスピードじゃないですって私は普段から言ってるんで、知ってる人は知ってると思うんですけど、あの自転車に普段乗ってる人で初見の人だと、え、何それって思うぐらいの、 あのスピードとか距離だと思うんで、だからいちいちあの言い訳してるんですよ。結構自転車の世界だと、あの距離出せない、距離伸ばせない、スピード出せないやつはまだまだだっていう、まあ実際そういうとこあるんですけど、そういう価値観が普通ですからね。今日はだからですよね、タイムラグ、あ、コペじゃない、でも全く同じ文章。犬だったらまあいくらでも吠えられてみせますけどね。田んぼの方に入った方がいいかな。でも暗いしな。あ、よいしょ。100キロ近いよ。うん、そういう人多いですよね。走れる人は走れない人に向かってそういうこと言うべきじゃないと思う。走れない人が自虐的に言うならまだわかるけど、走れる人がお前走れないのかっていうのはあれですよね。いや、それもあまり否定すべきじゃないか。それはそれでありなのかな。走れない人間がそういうとかっこ悪いからな。まあ好きで走ってる人のことを別に否定する気はないですね。それは単純にすごいと思う。してくれる、え、本当に。私はそれ以前にあの狂ったように吠えられることが多いんですけど、
上の方、ああ。これが、田名駅か、田名市じゃなくて田名だ。よかった、田名市って言わなくて。田無は確かタワーがあるとこじゃなかったかな。ん？ビートル？なんか走ってました？配信中以外でも吠えられたこと何度かあります。ん？遠吠えで。ん？戻ってきましたね。ん？重いせいか。お、ちゃんの人いらっしゃいません。ぶらり自転車の旅。それもなんかパクリっぽいじゃないですか。できるだけパクらずに行きたいけど、でも散々なんか孤独のグルメとか放送中に行ってるからな。気にしすぎると、まあ、それは確かにありますね。あ、そう、ちいさん、なんかちいたけおさんが病院に担ぎ込まれたみたいな話がツイッターで流れてました。ソースはツイッター。よし、歩き配信か。でも歩き配信って結構揺れで、ん？パンクしないタイヤ。どこまで？横浜線中山駅までまでです。そこは自宅のすぐ近くなんで。おお、この夜景って GoPro で映るのかな。あ、ステディカム、カメラが揺れないようにするやつですね。ヤビツおすすめスポットですか。じゃあ気まぐれ喫茶を宣伝しとこうかな。そう、ライダーハウス中山、自宅なんですけど。映るかなこれ。金、あ、白金か。そう、山はかなり舐めてますね。ていうか本格的な山とか行ったことないんで。あ、見えます。 GoPro だとどうかな、小さく映りますからね。GoPro も1080の解像度の中の720だけ取り出して保存するような画角狭くするモードがありゃいいんですけど、なぜか1080の方を引き伸ばして 90度の角度に、画角に無理やりするやつしかモードがない。うん、あ、すみません、ちょっといろいろ今聞かれましたけど、すべて聞き漏らしました。すみません。ロボさんがなんとかって今聞こえたけど。あ、昼間の白山の時よりも全然寒くない。あそこの一番明るいあたりはあれ東海市場のあたりかな。あ、キャプチャーではですね、キャプチャーした時点でそもそも、横が1920だったのが740だっけ、720だっけまで落とされて、そこからスタートになってしまうんで全然もうダメなんですよ。画素数的に情報がむちゃくちゃ落ちてしまって、だから GoPro から出力する時点で、なんていうかな、マシなデジタルズームっていうのかな、うん、
次の地震は私が来てる間に起きてほしくないです。ていうか別に生きてる間に限らなくてもいいから起きないでほしいけど、まあそうはいかないか。アウトランなのは、お、アウトランって言ってるのはこの白い線のことですよね、きっと。これ GoPro 配信じゃなくてウェブカメラ配信プラス GoPro 録画中です。ただ本当はその GoPro の方だけで済ませられるといいんですけどね。料理教室行ったことないです。料理教室あれはなんか盗難防止みたいなあの音ですよね。盗もうとしてるやつがいるぜっていう、多分あれ盗難防止のやつが誤動作したのか本当に誰か盗もうとしたのかじゃないんですかね車が車上荒らすか。ん、あ、バイクの方ですか今の音。バイクか車かって分かるんですかあれで。と現れていてな。ゲームセンター嵐は水魚のポーズ。その盗んだバイクで走り出したやつはもう本当に死刑でいいんじゃないかな。いや、殺しちゃまずいかもしれないけど、死刑でいいんじゃないかな。所有者が、あ、スペアキーで。あ、でも乗れることは乗れるんだ。一応鳴らすってことなんですかね。一応とかあるのかな。ここで、田んぼ道に、もうそろそろ田んぼ道入っていいかな。田んぼの方に行こうかな。この辺りだともう温高沿いじゃなくて、温高沿い砂利道なんで、田んぼの中のあの道を、警報音、うん、ここらも中に入ろう。チャリ盗む意味なく、いや、多分あれ盗難防止だと思いますけどね。GoPro の方が映像はかなり綺麗なはずです。そう、大久保食堂は、もともと確か去年で営業、なんかですね、あの、大久保食堂のご夫妻は、なんだっけ、3年ずつプロジェクトやって、この間の3年はその食堂をやるって話だったらしいんですよ。次の3年何するって言ってたかな。あ、でもそれは確か秘密だったんだ、聞いたとき。というなんかあのものすごくアクティブな人生を送られてます同じ何が。あ、コメント行きというかコメントもですね、データだけ取り出して別途あのブラウザ上でそれを流すプログラムを組んでます今で、昨日アンケート機能の再現もあのできるようになったんで。金持ちは、ん？こっちか。え、なんか私が今金持ちのそしりを受けるようなことしましたっけ？そう、すごいパワフルですよ、あの人たち。この辺りから左、あれ？違うな。あ、これだ。組んでる？横浜ブルーライト横浜ですね。実は知らないけど歌詞はなんとなく知ってる。金持ちか。うん、クラクションじゃないですよね。
なんかのコメントがものすごく遅れてちぐはぐになってる。でこの道はもう田んぼの中をほとんどまっすぐ中山の方まで行けます。で車も人もほとんどいない。配信が原因はないと思う。そもそも鳴りはもう得意になってたし、停電そういう替え歌があったのかな。お、横浜線。田んぼ、今は暗いから裸で見ても分かんないと思いますけどね、ライトだけが見えてるはず。いや、まだ見えるかな、体も。明日お仕事です。朝から予定入ってます。午後も予定入ってます。でさらに夜は飲み会まであります。飲み会久々だな。中華街は前にもやったことあるんですけど、人が多すぎてもう放送どころじゃなかった。人が多いところは結構放送やるのは辛いです、私的には。携帯に、おお、まあ、確かに携帯は何百メートル離れたアンテナとやり取りするわけですからね。キャンプじゃないです、この時期キャンプはやんないです、寒すぎ。コーラ、あ、しまった、今のところ右曲がなきゃダメだ。この辺は庭とか言いながらもいきなり道間違えましたけどね。飲み会配信はありません。会社の人間に私配信してることは言ってるけど、配信に巻き込むつもりはさらさらないです。さらさら。まあ辛いってことはそれほどないですけどね、私は食いまくってるんで。ん？ AEH？ 知り合い、ああ、特に私は今のところの知り合いに見られても大丈夫な放送を心がけてるというか、この辺、ああ、一応駅までは中山駅まで行ってそこから家に向かえばいいんで。オラクル社はなんかデータベースだけじゃないか、会社から注意されないですね。だって趣味でしかやってないし、会社に絡まないようにしてるから。で別にそれをした上やってることを会社の人に知られるのは問題ないです。お、注意される、まあ、でもまあ会社と絡んだらろくなことないな。普段も酒飲まないんですよ、飲めない人間なんで。すごく弱いんです。ビールジョッキ一杯で、まあ千鳥足までいかないけどかなり酔いますね。で前ジョッキ2杯か3杯飲んだら吐いたことあります。ん？ただの？キャバクラ、あの執拗に誘われてますけどね。ネットワークは、ん？顧客で、ああホームページのこと知ってる人はいましたね。あの自転車旅行レポートを掲載してるホームページ。自転車遅い火力？どうしたの？飲み会つらいってことは、ああでも人によるな。絡む人と一緒の席になってしまうと嫌ですね。こんばんは。
卒業当枠バラさないぜ、資格秘密ん、原因、その話はもうやめてください。あの、私は本当に知らないし、私はそういうのは本当とは思ってないので、本当だとしても私自身は信じてないので答えられません。で、確かあのあれですよね、昔私の会社がどこどこだから人に聞いたって言ってきた人ですよね。それも違ってますからやめてください。まあ、ネットでいろいろやり取りしてたらどうしてもいろんな人と突っぱねるわけにはいかなくもなりますけどね。でもそれについては突っぱねさせていただきます。それに対して私が本気で取り組むと思ったらあまりにコストがでかすぎる。うん、狼カフェってどこでしたっけ。とりあえず北口の方でいいかな。ん、それ狼カフェっていうのは聞いたことないですね。ん、もうある、千賀バス。狼カフェって中山の話なのかな、聞いたことないですね。ん、犬、うん、宣伝は人の込みで人の宣伝するっていうのは、友達だったらあれですけど、知らない同士だったらさすがにそれはないんじゃないでしょうか。まあいいんですけど、猫居酒屋、猫カフェみたいなのよくありますよね。よくでもないか。まあ、でも宣伝も、確かに私もその自転車旅行楽しさを伝えるっていう目的のために人に来てもらう目的はあるんですよね。といってなんか人集めるのも私は抵抗あるんだよな。瓶ビール。で、中山駅でございます。一応駅前まで行くか。そう、会社のことは秘密。うん、地下鉄ができて、ああ、私はあんま使わないですね。あんまりなんかあのルート使わなくて、グリーンライン。じゃあここでいいかな。ちょうど横浜線来ましたね。機械が、あ、そうですね、到着。ああ、遅くなりましたね。今何時なんでしょうか。地下鉄は最近できました。私がこっち越してきてからできました。職室。今日電波あんまり良くなかったですけど、今日は70キロぐらいだと思います。じゃあ放送は以上で終わらさせていただきます。ありがとうございました。じゃあまた、まあ、これ今日の分の振り返り放送が多分明日夜あたりにあると思います。では、あ、18時、ありがとうございます。あ、47か、なるほど。